死柄木旧石新宮神社、一石死柄木旧石新宮神社地区説明版、新宮神社遺跡、または死柄木旧石新宮神社地区は、滋賀県甲賀市死柄木町規制にある古代道路遺跡、国の史跡に指定されている。奈良時代に、聖武天皇が営んだ死柄木宮の関連遺跡で、丹イ屋敷遺跡と宮町遺跡の間に位置する。 新名神高速道路の本線工事中に発掘され、2001年2月に、滋賀県教育委員会と滋賀町教育委員会が、旧日本道路公団に保存を要請。2001年11月28日に、両教育委員会と JH が、滋賀 IC のランプ橋脚計3本を東に20メートルずつ、遺跡西側の本線にある滋賀橋の橋脚2本を、 東20メートルずつずらすことで合意した。これにより、遺跡の喪失を免れることができたが、工費が4000万円増加し、工事の着工も1年遅れている。2002年の滋賀県高架市、単野、屋敷遺跡調査の結果では、掘ったて柱建物3棟のほか橋脚遺構と2本の道路遺構を発見。この道路遺構は、須坂寺、掘ったて柱建物は、 須ざくを管理する役所の付随施設であったと推行されている。遺跡域は2010年に丹イ屋敷遺跡、北木遺跡とともに国の史跡、死柄木旧跡に追加指定され、2015年に一部が追加指定されている。なお、現在も新宮神社は新明神高速道路の南側に鎮座する。ありがとうございます。